オランダ東インド会社。オランダ東インド会社。オランダ東インドが、医者。正式には、連合東インド会社。オランダ語。ベリニッヒが o a スティンディ社コンプニ。略称 VOC は、1602年3月20日に、オランダで設立され、世界初の株式会社と言われる。会社といっても、商業活動のみでなく、条約の締結権、軍隊の交戦権、 植民地経営権など、希望本位等における諸種の特権を預かられた、直居会社であり、帝国主義の先駆け、アジアでの公易や植民に従事し、一大海上帝国を築いた。資本金、約650万ギルダー、重役会は17人会、ヘイレンセベンティンと呼ばれた。これには、同国の銀行のホープ商会も参加した。本社は、アムステルダムに設置され、 視点の位置づけとなるオランダ商館は、ジャワや長崎で島などに置かれた。18世紀末の1799年12月31日に、オランダ政府により解散させられた。江戸時代の日本では、コンパンニア、コンパンニアと呼ばれた。16世紀後半、スペインと対立し、同国と80年戦争を行っていたオランダは、スペインによる貿易制限、 船舶打歩など経済的に打撃を受けていた。当時、東南アジアの高新量取引で強い勢力を有していたポルトガルが1580年にスペインに併合されていたことで、ポルトガルのリスボンなどを通じた高新量入手も困難になっていた。こうした中、オランダは独自でアジア航路を開拓し、スペインと併合されていたポルトガルに対抗する必要があった。 1595年から1597年までの航海を通じて、ジャワ島の番店との往復に功を収めると、いくつかの会社が東南アジアとの取引を本格化させた。しかし、複数の商社が東南アジア進出を図ったために、現地、東南アジアでの香辛料購入価格が高騰した上、本国、オランダで商社同士が、 価格競争を行ったため売却価格は下落する一方であり、諸外国との経済競争を勝ち抜く上で不安が残された。さらに、1600年にイギリス東インド会社が発足したことは、この懸念を深めさせた。こうした中、コラント州の政治家オルデンバルネフェルトは、複数の勝者をまとめて、オランダ連合東インド会社を発足させ、諸外国に対抗しようとした。 6つの使者から構成されており、それぞれはアムステルダム、ホールン、エンクハイゼン、デルフト、ロッテルダム、ミデルブルフに置かれた。設立当初は東インド、インドネシアにおける香辛料貿易を目的とし、マラッカを拠点とするポルトガルや各地のイスラム諸王国と戦った。1605年にはスラウェシ島に上陸、1619年には 第四代東インド総督、ヤン・ピーテルス・ゾーン・クーン、在任1619年から23年、再任1627年から29年が、ジャワ島西部のジャカルトに、バタビア城を築いて、アジアにおける会社の本拠地とた。1623年に、モルッカ諸島で、アンボイナ事件が勃発し、オランダ東インド会社が、 日本人の傭兵を含むイギリス将官のイギリス人を虐殺した。イギリスは東南アジアから撤退し、インドのムガル帝国攻略に向かう転換点となった。1628年から1629年にかけてジャワ島でマタラム王国がバンテン王国への進出を目指し、二度にわたってバタビアに侵攻したが撃退した。1646年に マタラム王国と平和協定を締結し、ジャワ島でマタラム王国と独占貿易をすることになった。また、日本やタイとの交易も手掛け、中国に拠点を持つことは認められなかったが、当事務所の地であった台湾を占拠し、台中貿易の拠点とした。南アジアでは、主として、正論島のポルトガル人を追い払い、島を支配した。日本では、カトリックと、 スペイン・ポルトガルのつながりに警戒感を強めていた。江戸幕府に取り入り、ポルトガルの追い落としに成功。鎖国家の日本で欧州諸国として唯一、長崎で島での交易を認められた。アジアにおけるポルトガル海上帝国は、オランダ東インド会社の構成によって没落した。イギリス東インド会社や、フランス東インド会社も、オランダとの競合に勝てず、東、アジアや、 東南アジアから撤退して、インド経営に専念することになる。スペイン、ポルトガルで、ユダヤ人は、回収が強制され、異端審問などでひどい扱いを受けていた。そこから追放された、ユダヤ人はアムステルダムなど各地に散在。ユダヤ人は、商人などが多いので、東インド会社も、ユダヤ人が関係している。日本からのポルトガルの排斥は、その意味からも、 非常に重要なポイントである。1643年、オランダ東インド会社に所属するマルチン・ゲルリッツ園。フリーズは、東インド総督の命を受けて、日本の東方沖にあるとされた、近隣島探検のために結成された第二回、太平洋探検隊の主官として、太平洋を北上し、ヨーロッパ人で初めて、エトロフ島島とウルプ島を発見した。そして、 それぞれスターテンランドオランダ国の土地と、コンパニースランドオランダ東インド会社の土地と、命して、領土宣言をした。1643年、カンボジアに泊まっていた、会社員たちが残殺され、会社は短期間の戦争の後、1670年代までに、カンボジアの交易地を放棄した、カンボジア・オランダ戦争。 1660年より、オランダ東インド会社は、スラウェシ島のマカッサル西海岸でとの戦争に突入し、1669年に提督が、スルタンのに、オランダ東インド会社のスラウェシ島支配に関するを署名させた。1665年から1667年に、かけての第二次英乱戦争で、バンダ諸島、東インド諸島モルッカ諸島にあるランジマ、 香辛料貿易とニューアムステルダム、毛皮貿易の自治権と交換して獲得し、香辛料貿易、ナツメグ、クローブ等の独占を図った。イギリスはすでに種子を持ち出しており、1815年頃からモーリシャスやグレナダなどでプランテーションを開始すると、香辛料はありふれた商品となって、バンダ諸島の価値は相対的に下がっていくことになった。 18世紀には3度にわたる、ジャワ継承戦争、1703年、1719年、1749年、や、歌教虐殺事件によって、マタラム王国が4分割され、ジャワ島での支配体制も、格好たるものとなった。オランダ本国は、オランダ東インド会社が17世紀の成功によって、黄金時代を迎えていた一方で、水尾の兆しが訪れていた。 17世紀半ばの3時にわたる英乱戦争や絶対主義フランス王国との戦争で力を消耗し1689年にビリム3世がイギリス王に迎えられた後はイギリス東インド会社に植民地帝国の座を譲り渡した。以後イギリスが大英帝国として海上派遣を確立することになる。1795年にはフランス革命軍により 本国を占領された。この混乱の中で1799年12月31日、オランダ東インド会社は解散、海外植民地はフランスと対抗するイギリスに接収された。ナポレオン戦争後、オランダは無事にイギリスから返還された東インドの領域経営、インドネシア2種として宣伝することになる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。